どうも、南小口です。私は今中学校の校長をしていますというふうにいつもこのチャンネルでは言っていたんですが、実は、この春ですね、定期異動がありまして、4月から今度は高校の校長をすることになりました。で、今日は、わずか1年間しかですね、今の中学校には勤められなかったんですけど、その学校の退任式という式が行われました。残念ながらですね、コロナウイルス感染症対策のために、みんなを一堂に集めることはできずに、放送室からこういった映像で、私の挨拶を流すと、他の先生方もですね、十数名いらっしゃいましたけども、映像で流す形で行いました。今日はですね、そこでお話したことをね、お話していきたいと思います。この1年間ですね、いろんな経験をこの学校、中学校でさせてもらいました。とても貴重な経験でした。素晴らしい生徒たちと出会い、また保護者の皆様と先生たちとも出会い、とても充実した1年間を過ごすことができました。次、私は、高校に行きます。高校の校長となります。とても寂しいですけれども、また次の学校で全力で頑張ろうと思っています。そういった中で最後に一つ言葉を紹介します。皆さん、チャーリー・チャップリンという人知ってますか？もうね、今の中高校生の人たちはほとんど知らないですね。私たちよりも上の世代でも直接知ってる人は少ない。まだ映画がですね、始まったくらい、白黒のフィルムで、字幕でしかセリフが言われない、そういう時代に数々のヒット作品を生み出した喜劇俳優であり、監督さんであり、すごく最高のヒット作を作ったスターなんですね。この人が90代になった時に、記者から質問されました。あなたの一生の中での代表作は何ですか、教えてくださいと。彼はこう答えました。 NEXT は次の一作だということですね。私もこの1年間全力で中学校の校長をやってきました。でも NEXT は次の1年間はまたさらに1年になるように、次の高校で全力で仕事をしていきたいと思います。皆さんも今ね、コロナウイルスでなかなか外に出られなくて辛いこともあるかもしれませんが、まもなく4月になります。4月から新しい1年間、君たちにとって最高の1年間、皆さんにとって最高の1年間になるようにしていってほしいと思います。では次はまた高校の校長としてお話をしていきます。またこのチャンネルでお会いしましょう。ではまたね。